ろしくお願いします。三谷です。いや、楽しみにしてました。すいません。ありがとうございます。記憶の忙しい時間いただいて。いえいえ、とんでもない。今回の動画は、岩手県の100万人突破おめでとうございます。高橋とりさんの提供でお送りします。ご支援いただきありがとうございます。これからも応援よろしくお願いいたしまーす。今回の企画って何日ぐらいいらっしゃるんですか？今回ね、1ヶ月ぐらいいるんですよ。一番長いですかね、今までので。かもしれないですね。そう、年末年始のその家族の休みと被ったので、家族ごと来て。何のつてもないのに無理やりというか出てほしいって思いだけはちょっと一方的にコメントとかで伝えてどうにか出る気になってくれないかっていうのをちょっと嬉しかったですよ。ですか。うん、なんか外録見てたんで。あ、そう、ジュニアさんとか勝松さんと中津さんが喋ってらっしゃる動画で、はい、うん、あ、外録チャンネルって走ってくれたと思って、あ、一応認識してもらえてるんだと思って、そこでちょっと、はい、もうちょっと成仏させちゃうぞの曲が、うん、なんか他人事に覚えなさすぎて胸熱くなっちゃって、なんかこれあれスパチャしてくれてましたよね。あ、そうしたら見てもらえるかなみたいなコメントがあってですね、はい、なんかそれと同時に、うん、中津さんのオンラインサロンも入ってみたいな。そうそう、入ってくれてね、コメントもしていただいて、革命軍の、うん、闇の会議見てるみたいで楽しいですよ。確かにね、お前ら行くぞみたいなね、毎日。え、今回は、うん、こういう外仕事って言うんですか、はい、割と、うん、受けてらっしゃるんですか。あ、ね、でも前回帰国した時かな、2ヶ月ぐらい前の、はい、日テレの音楽特番出たんですよ、うんうんうん、ミュージックデイ、はいはい、で、レディオフィッシュで出させてもらったんですけど、それがすごい久しぶりのテレビで、はい、で、なんか僕勝手にテレビ業界はもう僕のこと嫌いだろうなって勝手に思ってたんですよ。なんか気持ち悪い思い込みなんですけど、はい、で、戻ったらなんか久しぶりに母校に戻ってきたみたいな感じで、はい、すっごいみんなウェルカムだったんですよ、うんうんうん、あっちゃーんとか言って、あれと思って、なんか俺退路を断つためにね、こっちで頑張るんだ、 YouTube とネットでってやってたけど、意外となんか別にどっちでもいいんだなとかって思って、とはいえじゃあテレビ出たいかっていうと、うんうん、それも特にそんなにはないんですよ、そのだからなんか声かけていただいてご縁があったら出るみたいな、それはそのよそのチャンネルでも、はい、チョコプラとの関係で新しい限りフジテレビに出させてもらったりとか、うん、そういう感じでなんかこう他のところに出るっていうのも帰国のために1個か2個するみたいな、なんかそういう感じですか。よかった、それでこっちのピンマイクつけて。あ、わかりました。これ1月1日に撮ってもらって。1月1日いいですね、ありがとうございます。明けましておめでとうございます。あと100万人おめでとうございます。おめでとうございます。100万人ってなんかあれじゃないですか、ガイロクチャンネルぐらいの感じだと、もうただそれでおしまいだねってなんか思われるかなと思って、おー、そうなんですか。そんな気分にならないためにちょっと一発で景気づけにっていう意味も込めて、うん、あ、そうなんです。いや、でも100万人すごいっすよ、ほんとすごいっすよ。もうやっぱり僕も YouTuber なんでね、その重みわかりますよ、やっぱり。だって芸能人がいっぱいいますけど、うん、何人も100万いってないですからね、うん、だからすごいことですね。嬉しかったですね、うん。長津さんもうすぐ500万人、うん、でもさ、うん、今そんなフェーズじゃないですか、もう何万人がどうとか。これ変な話なんですけどね、やっぱりね、300万人と500万人はちょっと自分の中で、まあ、100、300、500で人間が変わった感じしましたね。え、はい、それは100、でも100はなんか分かるんですよ、なんかやっとなんか一人前っぽい感じするなみたいな、うん、か胸張れるっていうかね、100万超えてますってなった時におっていう、やっぱ人の目が変わるっていうね、うん、はいはい、それはあるじゃないですか。そんなどんな感じですか。300行った時に僕妻とコラボしたんですよ、うん、その時にね、その100万200万超える時もうがむしゃらだったんですよ、うん、もうここしかねえんだぞって、もうだから正直家帰ってなかったんですよ。あ、家帰ってるんですけど、うん、毎日遅くに帰って朝早く出て、うん、で一日中勉強して夜撮ったらもうテンション上がってるんで飲み行って、それで夜帰って寝てみたいな。だからもう子供が本当にね、だからちっちゃい時だったんですけど、もう全然全く相手にしてないっていうひどい親父、うんうん、でもその時僕はもう本当に勝負かけたつもりだったんで、100、200の時はもう全く家庭帰ってなかったんですけど、300の時にコロナになってですよね、うん、コロナになって300行って、
本もたくさん読んで、あれ何のために走ってたんだっけって思って、300になった時に妻と向き合えたでそれまでは仕事と自分と向き合ってたんですよ、うんうん、妻と子供と向き合おうってなったのが300の時で、うん、そっからちょっと気持ちだいぶ変わってシンガポール行ったりとか、うん、本当に家族と仕事っていうか、もう逆に言うとシンガポール行ってね、飲み会とかもないですから、うん、もう一日中家にいるんですよ。どんな好きですか？だ朝起きるじゃないですか、ご飯食べて、それで家で勉強して家で収録するから、うん、もうずっと親父家にいるっていうその子供とか妻はね出たり入ったりしますけど、うん、僕はずっといるんですよ、うん、家が仕事場になったんで、うん、そうなって、でもなんか自分の中でやっぱりなんか見返したいがでかかったんですよね。誰？何なんだろう、やっぱりお笑い界とかテレビ界ですかね。うん、なんかこう恵まれてたんですよ、キャリア的には。だけどなんか心のどっかで本当の実力を認められてないんじゃないかっていう、だからそういう渇望がありまして、それを見返したいっていうのがなんかあったんでしょうね。うん、なんか最近あんまないんですよ。それも感覚としてもう認められてるなっていうようなお言葉をいただいたりとか感覚があったんですか？あ、それは確かにあります。みんながめちゃくちゃリスペクトしてくれてるなって思ったんですよ。そうですね、芸人で一番、うん、2位にダブルスコア近くつけてますよね、芸人 YouTuber っていうジャンルで。まあ登録者で言えばですよね、うん、そのもちろんね、江頭さんとかのアベレージの方がすごいですし、カジサックさんとかね、いや皆さんすごいんで、まあ、単純に1位2位ってないんですけど、登録者で言うと、まあ、恵まれた状況にいて、まあ、それでもってなのかな、なんかその会う人会う人リスペクトしてくれるから、うん、あ、もうあれなんだなと、俺の力を知らしめるっていうのがもうなんか逆にまだみたいななんかそのまだそんなこと言ってるみたいな、なんか違うことしないみたいな感じが、うん、ここ半年ぐらいですかね、なんかすごく、だからもうなんか600万人いくぞ700万人いくぞとかっていうことじゃなくて、なんか違う目標を立てて頑張りたいっていう気持ちにはなってるんだと思います、単純に。去年の年始ぐらいに中さんとジュニアさんの対談があったじゃないですか。ありました。僕あれ見てて、うん、僕ジュニアさんインタビューさせてもらった時って、はい、ちょっと緊張もあるし、はい、もちろんジュニアさんのおかげで面白い動画にはなってるんですけど、うん、はい、なんか迫れなかったなみたいな気持ちめちゃって。へえ。でも中津さんが、うん、あの動画でジュニアさんに天下を取るつもりがあるのかとか、あ、迫ってる時に、はい、諦めないでこう、なんですか、芸人は誰にでも4番打つぞって顔しててほしいと思ってるタイプの人種なんですとか言ったら、はい、ジュニアさんちゃんとこうそれ答えてたから、うん、あれすげえインタビューだなと思ったんですよ、なんか。ありがとうございます。いやあれね、失礼な話なんですよ、その天下取る気ありますかみたいな質問って。だけど、まあ、言ったら僕は学生の時からジュニアさんのトークライブを最前列で見てたんですよね。それをジュニアさんも知ってるから、言ったらあの時のお笑い好きのね、少年がその時の気持ちで今聞いてくれてんだなっていうことで許された質問だと思うんで、だ逆に他の先輩にできたかっていうと絶対できないですよね、あの質問ね。そうなんですか。だからなんかあれは僕もすっごい好きな対談になりました。ジュニアさんがめちゃめちゃ優しかったんですよとにかく。いやでもあんなに優しくされたの俺めっちゃ初なんですよね。共演もありますもんね、数はあるんですけど、やっぱりね、うん、心を開いてもらったっていう記憶が全くなくて、全く、いや、あの日だけなぜかすごくなんか通じ合えたという、通じ合えたっていうのがおかしいですけど大先輩。ちなみにあのなんか引く動きを増やした方がいいみたいな言われてたじゃないですか。はい、おっしゃってました。実際にこうトライしてきた1年ですか。いやー、すごく大事なことをおっしゃっていただいて、でも頭で、うん、そうだなと、まさにその通りだと思いながら意識はするけど、まあ、すぐできるもんじゃないっていうのも分かってるので、あの頭の片隅だけ常に置いとこうっていうぐらいの感じですかね。なんかだから
あ、ジュニアさんの実践してますねみたいなコメントを得ても、いや そこまではみたいな、なんかそのいやちょっとずつみたいな、大体いつもひたすら生まれてから、今に至るまでをこう聞いていくって感じですけど、うん、そうですよね、人生教えてくださいですもんね。子供の頃よく言われてたのが、偉そうだったってなんか乳母車に乗ってんだか、ソファーに腰掛けてんだか分かんないぐらいふてぶしてしい顔で偉そうに座ってたって言われてましたね。それはどっちに似てるんですか、それ。どうなんだろう、親父はね。でも そっちかな。独特ですけどね、親父すっごい真面目でね、会社員で、保険会社の会社員として真面目で勉強しろってよく言ってましたけど、どっちに似てるともあんまり思わないんですけどね。中田家の食卓は明るいんですか、言葉は多いんですか。いわゆるあの昭和の時代の、父親の権力が強いタイプの家でしたよね。あのビールと枝豆見ながら、あの飲みながら、あの食べながら、あの野球中継見るみたいな親父で、母親は専業主婦でみたいな感じでしたね。で、明るいかどうかで言うと、まあ、比較的明るかったと思いますよ。あの家庭に対するトラウマってのはほとんどないです。あの街録チャンネルとかでね、結構いろんな方がいると思うんですけど、いや本当にね、僕は恵まれてたんですよね。あのいい両親でした。あのそういう意味で言うと、弟さんは、なんていうか、どっちかというと寡黙な感じですか。いや、弟はね、あのものすごくコミュニケーション力高いです。あの友達多いんですよね。もう中学から青学に行ってまして、それであの、まあ、バンドやったりもしたんだけど、すぐにダンスの世界に行って、それであのもう今でもね、あの弟と同じ1学年弟の下だったんですよっていう人に、あのシンガポールのなんかあのアパレルショップで会って、みたいなここで行った時に、いや当時から人気者でしたよとか言って、弟めちゃくちゃいいやつなんですよ。性格がめちゃくちゃ良くて、誰とでも仲良くできるんですよ。だから本当にね、家庭はね何にも問題なかった気がするんですよね。全然問題が欲しいわけじゃないですけど。そうそうそう。学校ではどんなキャラクターですか。学校では小学校の 5,6 年生の時にものすごく一回花開きました。あ、人気者に、そう、あのすごい人気者になって、学校のその生徒会みたいなの生徒会長みたいなポストと、応援団、運動会の応援団長と、あと騎馬戦も大将とみたいな、全部やるみたいなそれであの僕の弟はそのあの中田の弟だからっていうことで中田ジュニアって呼ばれてて怖いも知らずでしたね。サッカー部でレギュラーでみたいな。だからそので授業終わりでコントしてみたいな。コントもしてるんですか。コントしてたんですよ。あのその時雲南さん、やるならやらねばっていう番組、ゴッツとかは高校に入ってからビデオで見るんですけど、オンタイムで見てたのは雲南さんのやるならやらねばで、それであの面白いみたいになって、やってみたいなこういうことって言って、友達2人とトリオ形式であのネタ作って、で放課後にあの教卓の前でコントやってみんなに見てもらうみたいな。あ、客もいるんですね。やってました、やってました。じゃあ残れって言ってですか。比較的あのみんな僕のそのことを見てくれたんですよねあのすごいあのクラスの授業中とかも発言してみんなの笑い取るみたいな無双状態だったんですよマラソン大会でも学年で3位とか、だから体力もあるし勉強も特になんかすごい、まあでも塾とか行ってたかな。大阪ですか。何行けるんですか。大阪でも塾行ってて、そこから山口に来ても塾行って、成績も良かったんですよね。だから勉強もできるし、生徒会長だし、サッカー部のレギュラーでコントやったり、学園だからそれ全部やってましたよね。忙しい小説ですね。忙しい。持ってたりするんですか。これがね、そのまあ好きだって言ってくれる女子もいたなとかってのは思うんですけど、自分がこの子いいなって思う子は。違う男子が好きだったので、まあ、特に恋愛とかっていうことにならず、モテるということにはなりませんでした。中国ってあれですもんね、あの、うん、
そう、そう、山口の国立の山口大附属中学ってところにいます、うん、受験は自分からしたっていうんですか。いや、それはね、やっぱり熱心だったんですね、親父が、うん、で、まあ、転勤族なんで、うちの親父が、まあ、どっか転勤してもレベルが上下しても、まあ、やっていけるように常に勉強はしておくんだよっていうことで勉強してて、で、まあいけるだろうっていう感じで、まあ、当然のようになんかこう受験していった感じでしたかね。友達とかとなんかその別れるの寂しいみたいな感じはなかったですか。ありました、ありました。うん、でもね、そのサッカー部である時ちょっと限界を感じて、その時 J リーグブームだったんですよ。で、やっぱ J リーガーになれるのかななんて一瞬思ったりするわけですよ、小学校、小学生だから。だけど、その時山口県なんで近いのがサンフレッチェ広島って、うん、でサンフレッチェのユースに同じ小学校 の, その同級生が入ったっていう話を聞いて、そいつずば抜けて足早かったんですよ、うん、あ、やっぱああいうやつがサンフレッチェのユースに入るんだみたいな、ちょっと物違うもんなって思った時に、親父に人って努力と才能どっちが大事なんだろうって聞いたんですよね。したら親父が、いや、まあ努力だからお前も頑張ってサンフレッチェ入ればいいんじゃないかって言ってくれるのかなと思いきや、まあ才能は大きいよなって言ったんですよね、親父がね。そう、あ、そうなんだみたいな、結構残酷なこと言うんだみたいな思ったんですけど、じゃあ俺の才能何なんだろうって思った時に、まあいろいろできてるわけじゃないですか。だから体力もあるし運動神経も別に悪くないんですけど、ずば抜けて勝てそうなのじゃあ勉強かなって思って勉強に打ち込んだ方がなんか見えるかもって思ってたと思います。うん、すごい、そんな簡単にそのスポーツ諦めてその勉強、その勉強も楽しいって気持ちですか。じゃあ、いや、勉強はね、まあ、できるからやってたっていう感じですかね。その好きだって思ったことはもうないんですよ、実は。サッカーってどっちが好きだったんですか。サッカーは好きでした。だけど、やっぱりね、できる方が快感だったんですよね。だからサッカーやって勝てないより勉強やって勝てる方が楽しいよなっていうのがあったんでしょうね。だからまあ勝てるやつやろうっていうなんか勝てる勝負しようっていうのは、まあ、結構長くそういう指針にはなってますね。あ、すいません、お貸してもらいます。あ、その負けず嫌いの感じはもう、気づいた時から負けず嫌いですか。まあ、なんせ勝つのが好きで、だからあんまこだわりないですよね。だからその漫才じゃなきゃいけないとか芸人じゃなきゃいけないというよりは、まあ、勝てることやりたいっていう、その頃から、スポーツじゃないならサッカーじゃないんだ、じゃあ勉強だみたいな感じで、とりあえず勉強でどこまでいけるか見たいなみたいな感じで、もうその時から父親に俺は東大に行くっていう宣言して、小学校で、小学校で俺東大行くからっていうことを言ってましたね。で、東京いつ越してくるんですか。東京は中3の時来るんですよね。だから中2ぐらいでもう勉強のことばっかりやってて、で早く東京行きたいって思ってたら親父の転勤が決まって、本当に渡りに船で東京に来れることができて、それで付属中学つながりで東京の、学芸大附属小金井中学っていうところに入りますね。その時はもうそのスポーツやってないですか。やってませんでした、全然。サッカー部に入るのかなと思いきやサッカー部も入らず、そのなんとなく時間作れそうだなっていう理由で絶対に部活は入らなきゃいけなかったので、そこで茶道部に入ったんですよ。で茶道部をもう全サボりして勉強ばっかりして東大に行くためにどうですか。そうです、もう絶対東大行くからっていう。だからもう他のこと一切もう選択と集中で、部活とか遊びとか恋愛とかそのことやってる場合じゃないからっていうことで、もうとにかく勉強のことだけ。楽しかったですしね、まあ、なんか成績が上がっていって本当に東大受かれそうだなっていう雰囲気が出てくるのは楽しかったです。でもその人気者だったところから、それを全部捨てて勉強にって、なんかそんな戸惑いがないのか。思い込み激しいんでしょうね、これってなったらこれっていう。でもまあやっぱしんどかったですよ、友達少なくなっていくから。やっぱ人間だって感覚。いや、今考えりゃね、もうちょっとオープンマインドに友達も作りながら勉強した方が良かったんじゃないっていうのは思います。思い込み激しいなと思います。
そのいわゆる中学生が土日にやるような、なんかその遊びみたいなあんま知ってないんですか？全く。だからその後に大学入ってから、あの相方の藤森と遊び行ったりするんですけど、藤森はもういわゆる学生の遊び一通り得意なんですよ、うん、まあ、カラオケうまい、ボーリングうまい、ビリヤードとか卓球とか、いわゆるあれなんかラウンドワンでやってるようなね、学生がやることみたいな、全部彼うまいんですけど俺全部できないんですよ。もう全部初めてっていうか、ボーリングなんてやってないと思う。やってない、全然下手で、ボーリングできない、カラオケは歌う曲はわからない、ビリヤードも何もだから全部下手で、藤森にああこうやってやんだみたいなことをこう教わるみたいな、それぐらいもう極端に勉強に振ってました。そういうのを弟さんどう見てるんですか？弟は弟でいろいろ悩んだみたいですけどね。その兄貴がなんか勉強できるってなって、じゃあ俺も同じ高校受けるみたいななった時に、うちの親父がひどい話なんですけど、いやお前はいいって言われてお前は兄貴とは違うとか言っていや それ言うの親としてどうかなとか思うんですけど、でもなんか吹っ切れて、じゃあ俺は俺でって言って、弟は早くから芸能っぽいことやってましたね。だからダンスの大会とか出たりとか、うん、お父さんサバサバしてますね、その思考が。もうだから親父もある意味ちょっと極端だったんでしょうね。あの持っていきたい方向がはっきりしてたというか。あ、そうか、長男はあの勉強伝播な。そう、あのね、いわゆるだからあの昭和の時代の考え方で長男はこうとか言うじゃないですか。うん、でそういう感じでしたね。長男なんだからとかいう言い方をするタイプではありましたね。うん、あ、でもそれはそんな苦じゃなかったですか？長男ちゃんとしていかなきゃいけないバイアスみたいな。いや一瞬やっぱ、関係ないだろうとかって思ったりして、ちょっと反抗的な感じにもなったりするんですけど、まあ、利害関係一致してますからね。俺は東大に行きたい、親父はあの行ってほしいっていうことでだから長男だからとかあんまり気にならなかったというかね、その時は。でも東大辞めるわけですもんね、途中で目指すの。そう、あれ目指すの辞めるんですよ。大きなきっかけはもう好きな子ができたっていうシンプルな、もう高校1年の後半でスキー合宿に行くんですけど、そこで見かけた女の子は可愛すぎて崩れ落ちるんですね、膝からなんだあれはって言って、それであの子にどうにかして気に入られたいなと思った時に、勉強ができても全く目立たないですよ高校で、みんないいから。あ、天才の集まりですもんね。だからもう東大なんか行ったところで目立たないですよ。東大も毎年100人ぐらい行くよみたいな、東大と国立の医学部なんかがみんな行くから、なんか勉強だけじゃダメだって。それでその時たまたまお笑いブームのちょい手前、ちょうど2000年ぐらいなんで、 M1 が始まる1年前なんですよ。だからオンエアバトルとかでちょっとずつネタブームが来てて、久々に見た、その昔コントやってたわけですけど全然見てないわけじゃないですか。で急にお笑い番組とかをなんかこう見出して、それだからね、喋らなきゃって思ったんでしょうね、そのこと。というのもその高2で同じクラスになるんですよ。で絶対喋るチャンス来るから絶対喋んなきゃいけないけど、もう数年誰かと喋ってないから友達とこれやっぱリハビリしなきゃいけない、勉強しなきゃいけないということで、お笑い見ようということでお笑いをめちゃくちゃ見始めるんですよね。そしたらお笑いがもう楽しすぎて、もう最高だなこれ、おもろいしかっこいいしキャーキャー言われてると憧れるということで、気づいたらお笑いのネタを暗唱して、でもう面白いと思ってほしくて、でその女の子と席替えで同じ隣の席とかになったら、もうひたすら授業中に先生が言ったことを振りになんか冗談言って笑わしてみたいな。でもそのそれぐらい果敢にいけるんですよ、で思い込み激しいですからねちなみにその、うん、その声は実るんですか？実りません。あの1年ぐらいして、放課後話があるから来てくれっつって、ひどい話ですよね。あの急に呼び出して、で放課後わざわざ来てもらって、優しいですよね来てくれて、それで付き合ってください、好きでしたっつって、ごめんなさいって言われて、何だったんだこの1年みたいな思って、で
結局あれな何が残ったんだろうと思ったら、そのお笑いへの情熱だけは残したんですよね。お笑いのことだけは残したんですよ。どうやって勉強してるんですか？ビデオ撮るんですか？ビデオめちゃくちゃ撮るんですよ。もうあの VHS の時代ですよね。でタイマー録画とかで追いつかないから、その弟にお金払ってお小遣い出して全部録画してくれ、あのラテ欄全部丸したやつを渡して、この番組全部あの録画しといてくれって言って録画してもらった、もうビデオのもう黒い山ですよね。それをもうずっと見てるんですよ、一日中ずっとお笑い番組見て。その時誰が中心ですか？お気に入り、お気に入りじゃないわけじゃないですか。それで言うとね、やっぱりバラエティ番組で好きな人とネタのビデオで好きな人が分かれてきたんですよね。すごい面白いのに売れてない人いるんだっていうことに気づくわけですよ。でその時は千原兄弟さんってまだテレビそんな出てなかったんですよ。関西で活躍して、で東京出てきて事故ってみたいなタイミングでした。くすぶってる時くすぶってたんですよ。でも千原兄弟ってものすごい面白いし、めちゃくちゃ才能あってカリスマ性もあって、これかっこいい憧れて、これはって思ってた。だから千原兄弟さん、あとバナナマンさんとラーメンズさんも大好きでした。もうちょっと別タイプのコントというか。そうで、バナナマンってこんな面白いのに全然売れてないなって思ってたんですよ。テレビ諦めてたみたいなこと言ってましたもんね。うん、全然出てなかったですね。いや、こんな面白い人たちが全然出てないな。でそれ一方テレビはテレビで好きで、ナイナイさんとかロンブーさんとかガレッジセールさんとか、ロンブーさんはね高校に入った頃にはもうバーンって売れてて、ロンハーとか始まってて嫉妬しましたね。うーわ、こんなかっこいいのに芸人なんだみたいな。で、赤髪と金髪でなんかイケてる感じで、嘘だろみたいな。でキャーキャー言われててずるいっていう、なんかすごい。でもなんかロンブーさんみたいなのがあるんだっていうところで、ちょうどなんかバンドに憧れるか芸人に憧れるかみたいなで言うと、もう芸人に憧れてたんですよね。うわー、やっぱ芸人ってかっこいいんだ。ちょっとね、まあ女性との絡みがうまいロンブーさんと比べて、ガレッジさんがもうなんか喧嘩するみたいな、暴走族と喧嘩するみたいな企画を深夜でやってて、スレスレガレッジとかアドレナガレッジとかで、それもかっこいいと思って。だからネタで言うと千原さんとかバナナさんとかが圧倒的にクオリティが高いけど、テレビで売れるとネタのクオリティ高いってまたちょっと違うんだな、みたいな中でどっちもいいよなっていうのを思ってましたね。そう、爆笑問題の方がまだもうちょっと後なんですかね。爆笑さんはね、そう、あ、もちろんねゴッツとか見て、あ、うーわダウンタウンさんやとかも思ったけど、多分ね直撃世代よりはね一つ下なんだと思うんですよね。いわゆる僕らの10年上の先輩とかはもうとんでもない直撃世代だと思うんですけど、だ僕で言うとやっぱりめちゃイケとかが直撃なんで、ナイナイさんとかがやっぱ高校時代の思春期に直撃してるわけですよね。そんな中で爆笑さんはもうすでに気づいたらねボキャブラじゃなくて MC やってましたよね。でその時のトークとか見て面白いっていうのと、あとラジオとか本、あのね日本言論で漫才を本にしてたんですよ。時事ネタ漫才を本にして、俺初めて本屋で日本言論見て本屋で笑っちゃって、わこれすごいわ。やっぱあとカリスマ性ですね。やっぱりね、あの面白い人っていっぱいいるんですけど、カリスマ性がある人って少ないんだって気づいて、太田さんってカリスマ性あんなとか、ジュニアさんってカリスマ性あんだって、それが何なんでしょうね、なんでなんだろう。多分ねイズムを持ってるかどうかだと思ったんですよ。あの別に笑いにならないことを言えちゃう人っていう、自分の考え言ってはーって聞かせちゃうっていう、面白いことはみんな、まあ、ある程度みんな言えると思うんですけど、俺こんなこと考えてんだよっていうので納得させられちゃうかどうかが結構カリスマ性なんじゃないかなっていうところで言うと、太田さんとかジュニアさんとかにはカリスマ性がある。だラジオで太田さんがね、この小説が好きなんだとかっていう話で別に笑いとかない1時間があったりするんですよ。だけどそっちの方が聞きたいんですよ。
脳みそのなんか知りたいみたいな。そう、なんか面白い太田さんも好きなんですけど、なんか暴れたりしてる太田さんよりも俺こんなこと考えてんだよとかいう太田さんがすごい好きで、だジュニアさんとかも結構エッセイとか好きじゃん。だからジュニアさんのエッセイとかで俺はこう考えるみたいな野心と哲学がある人が好きで、だから僕にとって芸人って、いや板の上でネタやってりゃ芸人っていう定義の人っていますよね、うんうん、だけど僕の中で芸人ってその生き様がおもろいかどうかっていう、うんうん、じゃあいくらおもろいネタをやってくれてても生き様がすごくなんかなんだろうな安定感があると、うん、おいってなっちゃうんですよおいおいおいってその待ってくれよ会社員みたいに生きないでくれよってそんな会社員みたいに生きないでくれよっていうさ、会社員悪いわけじゃないですよ、うん、だけどなんかそのなんかこいつどうやって生きてどうやって死ぬんだろうっていうのが、うん、ハラハラさせてほしいんですよね。だからビートたけしさんみたいに、うん、ねなんかあの襲撃しちゃったりバイク事故したりとかってあっちの方がおもろいんですよ、うん、いやもちろん漫才とかねあの過去の映像で見たりするし面白いし、でもなんか俺にとっては映画撮っちゃうんだとか、うん、事故ってこんななって会見してるたけしさんとかがめちゃくちゃ味するんですよ、うん、だから太田さんとかもなんか何しでかすか分かんないのが面白い。ジュニアさんもなんかジャックナイフって言われてたことが面白いんですよ確かにジャックナイフって言われてるんですよ芸人なのに。芸人なのにで革ジャン着てこんなにらみつけてもうウォレットチェーン白いタンクトップ革ジャンこんななっておもろなかったら殺すぞみたいなそういうのがなんでっていうそれがおもろいんであってそういう人たちに憧れてました。えその知識上2年3年で入るんですか。そのいやもうってくらいから振られて、いやもうね受験勉強のノウハウがあるわけじゃないですか、傾向と対策みたいな。そのノウハウでその当時ね渋谷のツタヤのレンタルビデオコーナー全部借りて全部全部録音するんですよ MD。 その頃 MD 時代で録音するんですか。ダビングしてとかが映像って今ほど簡単に保存できないからどうやったら残しとけるんだろうと思って、映像は自分の頭で覚えて音でそれを引き出すっていう、音をとにかく取るんですよ録音して。しかも VHS でだいぶちっちゃいです。そうなんですよ。だから MD だと100本のこの黒い瓦礫の山がギュッとなるんで、それでもとにかく MD をずっと聞いてそのコントの映像を思い出して何かを吸収したくて。めっちゃ効率いいですよこれ、場所取んないし、うん、そう。親にいつバレるんですか勉強しないでそういうことしてるって。これはねやっぱ進路の時ですよね。どこ受験するんだっていう時に俺としてはあこれはもう国立は無理だなっていうことを思ってて、東大もう諦めてるんですよ。もうお笑いばっか見ちゃってるから。僕ちょっと芸人になりたいって気持ちが半分以上出てきてるんですけど、さすがにここまでね勉強してきていきなり NSC 入るとかはリスクが高すぎるから、大学4年間は結構自由が利くらしいんで、その期間で才能試したいと思ったんですよね。どっか入ろうっていうので、まあ早慶上智ぐらいだったらギリウィンウィンなのかなっていうその親父は納得するかなっていうので、早慶上智だけ受けるっていうのをやりました。すごい、そのそんな状態でラスト1年ぐらいでその、うん、早慶上智は間に合うって感覚なんですね。とあのね変な話なんですけど、逆に言うと今までの目標からするとちょっと降りていく感じなので。しかも科目も2個減りますもんね。めっちゃ減るんですよ。3教科ぐらいになるんで、うんうん、そのうち1個小論文とかなんでほぼ2教科なんですよだからすごくなんだろうな、そこに関しては集中して、うん、とりあえず芸人目指すための期間をなんとか作るっていうことで慶応に入らせていただきましたね。ちょっとそれだと普通にストレートで受かりですもんね。そうです。そう、えじゃあキャンパスライフはそのなんですか、お笑い相方探してるんですか。
でもまあそのね、好きな子にも振られてますから彼女を作りたいとは思ってましたね、うん、その慶応だったらモテるかなっていう謎のあの気持ちもあって、だから最初ねテニスサークルあるんですよテニスサークル意外ですよね、中田さんテニスサークルあるんですか。だからね、あの友達に誘われて、山口の頃の友達も慶応に受かってて、久々に再会してテニスサークル入ろうぜです、うん、でインカレの女子がフェリスで男が慶応っていう、もう絵に描いたようなテニスサークルキラキラ系の入るんですけど、全くテニスに興味が持てず、なんかイメージと違ったなとか言って、でだからフェリスって言ったらみんな可愛いってイメージになるし、慶応って言ったらかっこいいってなるんですけど、お互い幻滅するんですよ入ってフェリスだから全員可愛いわけじゃないんだとか言って、あ慶応だからみんないい男じゃないんだみたいになって、でテニスやりますかって言うんですけど、テニスがまあそれで楽しかったらいいんですけど、俺お笑いやりたいんだよなって思い出して、一緒にテニスサークル入ったやつと一緒に辞めて、でやっぱお笑いやりたいねってなって、でお笑いサークルなかったんで立ち上げるんですよね。立ち上げて、あのもう一人やりたいってやつ見つけて、ほんと3人ぐらいで立ち上げて、俺らはコンビ、もう一人はピンみたいな感じで、じゃあ学園祭でネタやろうぜって言って準備して、慶応の三田祭で教室借りて、で多大のお笑いサークルの人呼んで、でお笑いライブ開くっていう、もうその日は、まあ、一生変えましたね、その日が。何するんですかネタは。漫才やりました。見てて好きだったのはコントなんですけど、売れるためには漫才の方がいいだろうと思ってたんですよ。あ、その時から。うん。やっぱね、絶対売れたかったんでしょうね。その時の見立てでは、うん、なんで漫才が売れるって理論になってたんですか。ね、ネタ番組で時間がまちまちだったんですよ。1分のネタ番組もあれば2分3分もあって、コントだと切るの大変じゃないですか、編集が、うんうん、1分のコント3分のコントお話があるから、うん、漫才って途中で話題変えてもよかったんですよ。で M1 も今みたいに作品性がすごい高くなる、もっと前なんで2001年なんで、なんか漫才って言ったらいろいろ話題をつないでいいと。でその時あの笑い雑誌見てて、品川庄司さんがすごい来てる時で、品川さんがインタビューに答えてて、漫才だったらその話題変えれるから、つなげれるから、受けたとこだけつないで受けたとこだけ切れるから、どの番組も出れるみたいな。だから品川庄司が漫才やってると見て、めちゃくちゃ頭いいじゃん、そうだと思って、じゃあ1分でって言ったら、だから1分のブロックをたくさん作れば、漫才ネタで1分のやつを要するに組み合わせれば5分にもできるし、3分にもできるし、2分にもできるから、1分の漫才ネタをいっぱい作ればいいんだと思って、ガーって1分のやつを作ってました。それで作って初披露は受けるんですか。これがね、めちゃくちゃ受けたんですよ。知らない客もいますもん。別に全員知らない。全然知らない。大学の友達なんて本当一人か二人なんで、全員知らないお客さん。めっちゃすごいですね。もうすごい緊張してたんですよ。人前でやること自体が初だから。うん。そしたらつかみの一発目でバーンって来た時に、もう嬉しすぎて、ネタ5分ぐらいの予定だったんですけど、その5分のネタ作るまでにいっぱいボツにした。下りいっぱいあるんですよ。ボツにした下りも全部やってやれと思って10分以上やったんですよ。うわっつってアドリブで、相方にも言ってない、あの練習したけどボツにした下りを全部やって、それ相方なんとか対応して、それでうわー受けて、それはもうね、俺はこれのために来てたんだっていう。で終わりで女子高生にうわー寄られて、絶対プロになります、絶対もうサインくださいみたいな。昨日まで普通の学生だったのが、ネタやったらギャーなったんで、もう俺はもうこれしかない。うん、すごい。とはそうはならなかったんですよね。相方はその学園祭に出たかったんですけど、お笑いのプロになるとは思ってなかったんで。そう、いや冗談だろって感じですよね。そのなんで芸人なんだよみたいな、嘘でしょみたいな感じでしたね。二人ではどんな活動したんですか結局のところ。1年半とかそんぐらいだと思います。で学園祭終わりでインディーズの、その多大の
芸人さんが開いてたインディーズのグループに入って、でそこのライブに出させてもらおうとかやるんですけど、そこで厳しさ知りましたね。地下ライブ的には出るんですか？地下ライブ行くんですよ。このね、あの学園祭でのね、まあお客さんなんてやっぱ一番笑ってくれますし、みんなテンション上がってますから、地下ライブのあまりの厳しさに相方が値を上げるんですよね。だからそれで俺はプロにはならない。どんな人が見に来たんですか当時。それを知り合いですか、その芸人の。そう、芸人の知り合いですね。結局だからもう名も知れぬ芸人しか出ないライブって一見のお客さん見ないんですよ。だから芸人が8組出るとしたら、その8組が本当に3人ずつ呼んでみたいな、20人ぐらいのお客さんの前で8組でやるみたいな感じなんですけど、まあこれが芸人農会かっていう絶対に違うみたいな。いやー、あれで現実見ましたよね。うわこれやばいぞ。でそこのね、インディーズの主みたいになってる人30歳とかになってて、僕はまだ20歳ぐらいなんで、30でこれやってたらやばいだろうっていう危機感はすごい募って、いや厳しいんだなっていうので、相方もいなくなったから一回心折れるんですよね。結局3年ぐらいは喪失してましたね。多分大学卒業と同時のタイミングぐらいで、NSC 入る、あれ大学卒業4年、まともに行ったら4年の時に入るので、僕まあ途中で留年しちゃうんですけど、そう留年しちゃうんですよ。あのね、受け、あの授業の受け方が下手すぎた。代編してもらうとか、あの普通はサークルに入っていろんな過去問とか手に入れてとかってやるし、あの必修となんか楽勝の授業とかいろいろあるじゃないですか、単位取りやすいやつとか。サークル早々にやめて情報全くないから、うん、自分の興味で取ってった結果、もうむちゃくちゃな授業の取り方してて前衛音楽とか謎に取っててでそれあの必修に入らないからとかそういうのとかいっぱい取ってて、かつね大学にも行きたくなくなっちゃうんですよね。あの大学、入ってちょっとした時に彼女が初めてできて、でその彼女に 2,3 ヶ月かなで振られちゃって、で当時同じく近い仲間だった男の子に乗り換えられちゃうんですよ。でそのグループで仲良くしてたから、乗り換えられたらもうそのグループに行けないじゃないですか。だから彼女と別れると同時にそのグループにもお別れを告げなきゃいけないというか友達も失うんですね。そう、友達も彼女も失ってすっからかになって、相方も失って、だから大学2年生の時にはもう何もないですよね。ちょっと見た、何してるんですか。学校には一応行くんですか、一人で孤独に。学校にだから行かなくなって、それでバイトに没頭するんですよ。自動車事故の受付センターっていう保険会社の末端のところなんですけど、でそれで深夜の事故受付とかのバイトをし始めるんですけど、そこがめちゃくちゃ肌にあったんですよね。職種が向いてるってことですか。いや、まあ、深夜なんで結構空き時間があるっていうのと、まあ、大学生が結構多かったんで同年代が多くて、かつまあ大学よりも適度にこう人数が絞られてたことで、仲良くなりやすかったんですよね。で夜中電話来るまで、まあ、ずっと食べてられる。そうなんですよ。だからプロレス来たら、あ俺行くわとか言って、次お前なとかなって一人でできそうですもん、それで。そう、まあ、もちろん忙しいタイミングがあるんですけど、もう本当にど深夜で2時3時とかになると、もう3時4時とかになるともうほとんど少ないんで、その時ブワー喋るんですよ。漫談をとか、なんでしょうね、友達を増やしたかったんでしょうね。あと面白いと思われたかったっていうのも、なんか相方いなくなって、そっからネットで相方探そうとか思って、ネット掲示板とかの時代ですけど探すんですけど、やっぱなかなかいないわけですよ、いい人が。なんかあんまりピンとこないな、なんか自分が思ってる相方像と違うなと思って、でその時ミュージシャンの菅氏香さんのなんか出てる番組見た時に、菅氏香さんって脱サラしてアーティストになった人なんですよ。その菅さんが
質問を受けてる時にスタジオで一般の観覧の人が菅さんに向かって、あの僕も30歳なんですけどこれから脱サラしてあの菅さんみたいになれますかって言ってたんですよね、うん、そしたらその菅さんがうーんみたいな、あれなれるって言ってあげないのかなと思ったら、プロになれるかどうかは人が決めますからねって言ったんですよ、うん、あそうなんだって思ってあそうか確かねみたいな、俺プロだって言ったところで、言ったらお金払ってくれる人がいて初めてプロじゃないですか、うんうんうん、人が決めんのかそうかって思った時に、俺が芸人になるかどうかを誰かが決めるんだと、うんうん、で俺は絶対にその時はなぜかもうコンビしかも見えてなかったんですよ、うんうん、もう絶対コンビだからお笑いはっていうので、俺が誰かを探すんじゃなくて俺を誰かが見つける、それができたら俺は芸人になれる、俺を見てあこいつとだったら芸能界入れるって思えるやつが現れないんだったら俺はなれない、だから俺を見つけてくれ誰かと思って、ひたすら面白い話をしようと思ってそのバイト先でとにかく喋って話聞いてって、あお疲れさんですとか言ってその隣の人に話しかけて、あれですかみたいな、どこ台ですかとか言って、ああそうなんですね、サークルとか入ってます、ああそうなんですかとか言って話聞いて、とにかく話聞いて、でちょっと冗談交えていくみたいな、でそれも何人も何人もやっていくわけですよ。そしたらだんだんともうパターンができてきて、受けるくだりみたいなできてくるんですよね。大体言ったらサークルだって住所だって似たようなもんじゃないですか大学生。あれしたら、あじゃあこう来たらこうボケよう、こう来たらこのパターンでちょっと盛り上げようとかってやってって、そしたらうわーってこう深夜帯でその盛り上がり始めるんですよ。でもうあまりにも俺が入ってると人がもう盛り上がりすぎるから、僕だけ時給ずっと上がらないんですよ。それバレてるんですね。そうそう、なんかもう喋りすぎだめやみたいな、管理者の社員さんから目つけられて、あいつはもう喋りすぎちゃうからとかになって、した時に出会ったのが藤森なんですよね。でもその作戦で本当に見つけてくれたんですか。そうなんですよ。だからあいつがよく言うのは、もうとにかく現場に行ってあっちゃんがいる日はもうとにかくあっちゃんを中心に人の輪ができてるから。もう楽しみでしょうがなくて、中田の話を聞くのが、うんうん、とにかく中田と一緒になりたいっつって、であいつはあいつでこのまま就職していいのかなみたいな思って、本当は芸能界入りたいんだよなっていうのがあったんで、でもやっぱり俳優とかアイドルは無理だしなもうってなった時に、大学の学祭でやった漫才があるじゃないですか、さっきのあれビデオに撮ってたんですけど、それを家に来た時にたまたまそのこのビデオ何っつって、学園祭って書いてあるけど、学園祭漫才って書いてあるけど、あ俺学園祭漫才やったんだよっつって、見たいなっつって見て、めちゃくちゃ面白いじゃんっていうか、こんなことできたのあっちゃんっつって、俺と一緒にやろうよってこうなるわけですよ。でもお笑いそんな詳しくないですもんね、藤森さんね。藤森がね、まあネタを知らないんですよ俺ね。だからあの結構お笑いが好きな2人が NSC で会って組んだとかっていうの全く違うんで、彼はね、そっから僕の MD を全部聞くことになるんですよ。それはもうあれですか、あの教材としてはそうだから通信教育みたいな教科プログラムみたいなってじゃあ今日はバナナマンさんの行きますとか、はい二丁拳銃さんの漫才行きますとか言ってあの一本ずつ渡していくんですよ。で聞いたよとか言って、はいわかりましたとか言って、とにかくネタを聞かせていくっていう。それ大学中にやるんですか、どっかで漫才とか。ね、学園祭ではなくて、だから地下ライブに行きましたね。行きました。あのっていうのも一回見せとかないとって思ったんですよ、あの地下を。厳しいじゃん。そう、あのちょっと学園祭の V だけ見て、ちょっと受けるイメージしか多分ないじゃないですか、それだと。でもこいつが本物なのかどうか、俺はもう二度と振られたくないわけですよ、お笑いやっぱやめるわはもう嫌なんですよ。だから NSC 入りました、養成所入りました、プロになろうと思いました、でも結局ダメでしたは嫌だから、一番厳しい現実を見せなきゃいけないと思って、力ライブ行くぞって飛び込みでも行けるなんかバトルライブみたいな、阿佐ヶ谷だったかな、なんかそこら辺で申し込んで出るんですよね、練習して。それは、やっぱいけないんですか。
これがね結構受けたんですよ。それでその時なんか2位かなんかになって、でなんか次回も出れるみたいな状態になったんですけど、こっちとしてはその1回だけ現実を見せたかったんで、もう別に次回は出なくていいんですって今回覚えてくれたらこれでいいからって、それで吉本の NSC に入るぞっていう。じゃあ、その地下のやつでそのキラキラ感ない感じも、見たけど嫌にはなんなかったんですよ。ついてきましたね。というよりもね、なんか2位になったことの方がすごい嬉しかったみたいですね。だからしきりにあっちゃん、俺がいたからの2位でもあるんだよねとかってすごい自分の功績を確認してましたよねそうだよっつって。翌日の目線だと、まだ NSC 行くぞってなって何年ぐらいで目出てる感じだったんですか。やっぱ 4,5 年、早くて 4,5 年っていう感じですかね。まあでもまあでもその時にはもうちょっと腹くくってやりたいことやるかっていう感じですよね。でまあ最悪ギリ何年までだったら棒に触れるとかっていうのは頭にもちょっとありますけど。それこそ30歳でその売れてないぐらいのも想像しながらって、いやそこまでは多分途中であいけるなって思うから続けるわけで、絶対ダメだなってなったら2年ぐらいで、まあ、大学卒業したっていう資格をもとに就職しようというふうに思ってましたよね。それで大学中 NSC 行くんですか。はい行きました。大学中、慶応なんて当時、今でこそ東大芸人とか多少いるじゃないですか、慶応なんて驚かれる対象なんですか。でもね、学歴ほとんど言わなかったんですよね。それ学歴を言うようになったのは武勇伝とかでわーなって、でそっから冠番組わーって始まって終わって、それでクイズ番組とかに出なきゃってなった頃に慶応ですって言い始めるというか。それまでってバラしてないですか。全然言って、まあ一応なんか慶応と明治の高学歴コンビらしいぜっていうのは裏ではなんか知られてたんですけど、もう武勇伝っていうパッケージの方がでかくて、あんまり学歴はなんかあんまり閉じ出さされなかったですね。武勇伝はその NSC 入って何作目になりますか。入って、まあ入る前に僕100本作っていこうって言ったんですよ、ネタを。で入る前にとりあえず100本作ってから行くぞって言って、まあ入るって決めて応募してから入るまでに半年あったんで、その間ぼーっとしててもしょうがないから、ネタ100本作っていく。で俺は100本とにかく 1分サイズのものを100本作っていくから、とりあえずそれを見て2人で良きもの練習していこうっていう中の15本目にあったのが武勇伝の元ネタです。それでも最初からああいうなんか歌っぽい感じですかね。これ違うんですよ。俺がただの漫才だったんですよね。中田伝説っていう仮のタイトルで、うちのあっちゃんすごいからよみたいな感じのキャラクターで、うちのあっちゃんの話聞いてよみたいな、 俺すごいんですよみたいな、まあ、とにかく俺がなんか架空の武勇伝を言って、でそれを相方がとりあえずすげえって言うっていう、その弟分みたいな感じでっていうのをな、掛け合いでやるっていう、まあ羅列型のネタなんですよね。それはネタ見せですぐやるんですか。最初はね、もうちょっとちゃんとしたのからやってたんですけど、全然ね手応えがなくて、結構うまいね、なんかやってたぐらいのリアクションなんですよね。ダメかこれじゃってなって、漫才ってまず上手くなるまですごい時間かかるんで、これ時間かけてらんねえぞ上手くなるまで、どうするってなった時に藤森がこれやってみようよってなって、これ怒られるぞみたいな感じだったんですよ。っていうのも、君らの漫才やな、まあなんかうまい感じに喋ってるけどまだ掛け合いになってんなみたいな、なんか大喜利をなんか自分でやってそれをなんか訂正してみたいになってるけど、掛け合いってもうちょっとなこう絡み合っていかなあかんねんみたいなことを言われて、掛け合いむずいなみたいな時に、これこの前の授業で怒られたの真逆だよ、掛け合いになってねえじゃんこんなのとか言ったんですよ。いやでもやってみようよみたいな、まあやってみるかと言って思い切ってそれやったんですよね。まあ怒られるだろうなと思ってやったら、そしたらその講師がすっごい厳しい講師で、ネタやってる最中ペットボトルを見るっていうのが名物の講師なんですよ。もうペットボトルこうやって眺めて成分見て全然ネタ聞いてないっていう圧をかけてくる人なんですけど、
その時もペットボトルガッて持ち始めたんですけど、スッてペットボトル落として俺の方見始めて、うん、今のなんかええなぁって、これもうちょいなんか工夫したら笑い飯みたいになれるんちゃうかなって言い出したんですよ。なんかすごい初めてハマったぞってザワってなって、これ鍛えようと思って、この中田伝説をとにかくこう作ってたんですよね。そしたらだんだんと相方の走ってる調子がでリズムっぽくなってたんですよ。これ相方のキャラクターでなんとかかんとかなんとかなのみたいななって、まあふざけてるけどもいいかみたいな、やってみようみたいな、とりあえずもうよくわかんないからセオリーがやってたら、君なんで中田君の方はなんでリズム良くないのって言われて俺もリズム良いんすかって言って、でこっちもリズム良くしてったんですよね。そしたらなんかヒップホップみたいやなって言われてヒップホップ分かってないだろこの先生とか思いながらヒップホップっぽいと思われてるってことはなんかそっちに寄せてみるかって言って、間に笑い待ちをするためにジングルで武勇伝武勇伝って入れてみようとか、あのメロディー入れてみようとか、いろいろもうとにかくそこら辺はもうイケイケでしたね。あのもう試しは褒められるっていう、なんかええなって言われて、すっごい NSC のおかげではありますよ。すごいですね、その先生もなんていうか先見の目めっちゃあるっていうか。そう、まあ、もちろんね、でもその一人の先生というよりは4人ぐらい先生がいらっしゃって、でいろいろ見せていくんですけど、みんななんか、うん、なんか違うっていう顔で見てくれましたね。うん、すごいですね、行く意味あるんですよ NSC。 そう考えると、そう、あのね、やっぱりプロが見てあのリアクションくれるってのはでかいですよね。 NSC はね、あのネタ見せをしに行く意味っていうかね、あと人前でやらなきゃいけないし、で同期笑わないですから、笑わない環境でやって、しかもダメ出しされるっていう空間って実は日常ないんで、みんな気使っちゃって友達とかだとね感想言うんで、あれはねすごく良かったし、他の同期の表現を見ることで比較できるっていうのも良かったですよね。うん、ちょうどこれできたなって思う日が M1 の1回戦の午前中だったんですよ。それまで直して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 、いろんなことやって足したり引いて、あ、これが完成形だって思って完成形のやつを持ってったんですよ。そしたらその日の授業がもうかっこいち受けたんですよ。同期がバーンって笑って、でその時の先生が、分かったわ、今年のナンバーワンお前らやって言ったんですよ漫画みたいで、M1 行ってこい、多分準決勝ぐらいまで行くでって言ったんですよ。でその時に NSC 生って1回戦突破できるかどうかっていう話だったんですよね。で1回戦を突破できるやつが何組出るかなみたいな、 2,3 組いたらいいねみたいな話でずっとみんなが言ってた中で、お前ら準決勝まで行くでって言われたんですよ。でざわ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 ってなって、冗談だろとかって思いながら、相方のバイク乗ってレインボーブリッジ越えてバーってその有明のパナソニックセンターの1回戦まで行くんですけど、でその1回戦で通過順位っていうのがあるらしいんですよ、裏で。それが1位通過だったらしいんですよ。 NSC 生が波切るプロ差し引いて1位通過したって言って、でなんとその回の1回戦の大取りで品翔さんが出てたんですよ。もうイケイケの品翔さんがで1位通過した NSC が俺らじゃねえってなって、誰だってなって、オリエンタルラジャー誰だっつって品翔さんに名前を覚えてもらう。すごいですよ。だってアンタッチャブルさんとか、うん、もう言ってますもんね、その時代の。そうそう、時代で言うとそういう、みんな見たことがないから、横からデン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 とか言って出てきて、もうそこからクスクス笑ってるんですよ何あいつらっていう感じで出てったら、動き出してずっとラップでみたいなので、もうダー受けてて、それでもう見たことないし受けてるしで、1位通過だってなって、それ後で聞くんですけどね、お前ら1位通過だったらしいぞって、えっ、準決までいけんのかなみたいな。そっからもう NSC でも特別扱い、オリエンタルラジオだけはもう別格っていう、オーディションも全部、局のオーディションも全部オリエンタルラジオを送り込むっていう。在学中に局のオーディションを受けれるってあんまないことないです。基本的にあの局、在学中は出ないっていう方針なんですよ NSC は。だけどその敗者復活のステージを局の関係者が見に来てて、
それで声かけてきたのがエンタなんですよね。でエンタとあと TBS で新番組が始まるって原石っていう番組がオリエンタルラジオだっつってなっていきました。すごい。もうその時は売れるってもう思ってますよ。いやこれがね複雑な感情でやばいってなってました逆に。それどういうやばいですか。消費されるなと思ったんですよね。それはそうですよ。もうお笑いマニアとして見てきた、うん、なんか過去のデータって。そうそうそう。ちょっと薬が効きすぎたって言ってました僕はその当時は。やっぱ目立ちたいし、人方のものだってまずね同期の中で思われなきゃいけないんですけど、あれこれテレビまで行くなってなって出て、でもその先に見えないわけですよ。まだ何の経験も得てないから、僕のプランでいうと5年ぐらいかかるわけですよね。5年ぐらいかけていろんなライブ出て、ああしてこうしてこうして大体整ってったところでテレビって思ってたんですけど、今テレビ出たらすぐ死ぬぞって正直すごい悩みましたね。今出ていいのかっていう。そう冷静ですよ。そんなこと思えてるんですよ純潔まで。やっぱまあお笑いマニアでお笑い見てましたから、でやっぱ一発屋みたいなんで終わっちゃう芸人さんっていうのはやっぱね、とかって思いながら見てたわけじゃないですか。えあっちのルートかっていうのでやばいなっていう、なんとか一発屋にならないための方針をって思ってた時に本社に呼ばれるんですよね吉本の。その時まではまだエンターとかに何回か出て、まあ、エンターも初回とかも1分ぐらいのと短い出番なんですけど、その時の数字がとんでもない上がり方したんですって。それでもう毎週出ろみたいななってって、出番もどんどん長くなっていくんですけど、そのあたりはまだマネージャーついてないわけですよ。 誰から連絡来るんですか。これ実はね NSC の校長が勝手に動いてたんですよ。お前ら売れるから俺が売るって言って、その人がマネージメントとか通さず俺が見つけたっていう実績を本社にこう伝えたいがために俺預かりでやるって勝手に言い出して、オリエンタルラジオは絶対売れるからもう俺が売るとか言って、その人が動いてたんですけど、ある日その人がその俺は外されるって言ってで本社の人がまあ大崎さんとかが誰やあいつらなって、どこの事務所やみたいな、最近なんかエンタでねバーなんか人気になってる誰やどこの事務所やって言った時に、吉本ですって言われて、吉本かなって呼べってなって、それで本社のに呼ばれて上がったことない会に上がるんです。だからその時本当に藤原さんとか岡本さんもいたのかな。その時まだから大崎の社長じゃないですけど、でもなんかもういろいろ仕切ってる状態で呼ばれて、でそこに立てみたいな、で二人で立ったらじー見て、俺は分からんけども周りがみんなお前らやって言うからお前らなんやろな、これから頼むでみたいな感じで、そっからマネージャーが変わって猛プッシュが始まるんですよ。オリエンタルラジオの。それはもうなんかチーフクラスみたいなのを作ってくる。そうだからもうそういういわゆる本流と言われるようなプッシュのされ方になって、365日ネット配信とライブをやるっていう無限大っていうのが始まるんですよね。オリエンタルさんのために無限大ができたんだから。そうもともと有明で始めて、それはでも劇場始める前で、で渋谷に作ると、だから1年目の中盤からその毎日ライブ始まるんですけど、それが2年目の頭に渋谷の劇場に移るんですよ。でその渋谷で劇場作るからっつって、これお前らのために作る劇場やからなって、365日頑張れよって言われて365日今考えたら法律的にありなのかどうかもよく分かんないんですけど、とにかく毎日休まず劇場に出るっていう日々が始まりました。同時にテレビも出てるんですか、劇場で。出てます出てます。1年目の終わり頃にはそのエンターも含め原石も10カラットっていうコント番組があって、で2年目になると同時に笑っていいと思うとオールナイトニッポンが始まるみたいな、そんな感じでした。でもたった1年でもうザッツ芸能界オールナイトニッポンの2部と笑っていいと思うとみたいな感じでした。うん、
そういうふうに売れていくじゃないですか、はい、平場の立ち振る舞いみたいなのってなんかどうするんですか。ひどいもんだったと思いますよ。あの正直関係性がないから、うんうんうん、もうとにかくもう他の先輩はもうキレキレなわけですよ、うん、品翔さんとか、うんうん、あの藤原さんとかね、うんうんうん、自家長さんとか、うん、そこら辺ですよね。そこら辺がもう何もかも持ってっちゃうっていう中でももがき苦しんでましたね。あのなんとか面白い話をしなきゃいけないっつって大暴れしてた気はします。毎日のライブがしんどくなりすぎて、でオープニングトーク10分ぐらいあるんですけど、もうオープニングなんか何にも喋ることないんですよ。もう一日中仕事して一日中仕事して帰って寝てもうすぐ劇場なんで、何喋るんだよみたいな状態で、もうでその時は自分で背負い込みすぎて、藤森じゃなくて俺が喋るみたいなことばっかりやってたんで、でもうダメだって言って、もうやってらんねえみたいな、まあ、その時はもうあの仕事のありがたみとかも、あのスタッフさんの苦労とかも分かる前にストレスがかかっちゃったんで暴れましたね。そのカメラマンさんにちょっとどいてくださいっつって、カメラを生配信中ですよ、生配信中にそのカメラを客席とかに向けて、あのお前らが喋れっつってそうお前らが喋れよっつって何が見たいんだよっつって、お前らが喋れっつって、であの毎日毎日仕事ばっか入れんじゃねえよみたいな、見てるかっつって吉本っつって、あの俺おかしくなってんだからよっつって、あの配信で喋ってました。大里さんに言われてからみたいな時からもうずっと休みなく働いてる感じですよね。そうですそうです、全く休みないです。ノンプライベートってことですか。ノンプライベートですよね。だからもう家帰って寝るか、もう遅刻怖いから漫画喫茶で寝るかみたいな、近場の。藤森さんとはその封殺される毎日の中でその関係性はどんどんですか、うん、あのね関係性は悪くなってくるんですよね。正確に言うと僕はあんま気づいてなかったというか、どっちかというと僕が全部仕切ってたので、だからあの MD で教えてる時と一緒ですよね。共感なんですよ。だからあの慎吾ちょっと今日のあのあそこの下りもうちょっと今度はこうしてとか、収録終わったら必ず呼んで、ちょっと慎吾今日もうちょっとこうだったとかってやっぱダメ出しが入るんですけど、それがもう彼にとってはしんどかったみたいですね。それ毎日続くの、うん、毎日もうおかしくなりますよ、2人でずっと一緒にいて、うん、いや俺ももう怖いから、その各現場がもうどうにかしなきゃと思って、うん、相方にやっぱりストレスが向いてたんだと思いますけどね。でさ、ゴールデンとかでレギュラーも始まってきますよね。そう、3年目にゴールデンだから、2年目でオールナイトニッポンとか、あの、うん、いいともとか始まって、はい、3年目でゴールデンで冠が3本始まるんですよ。それで同時になんですか。同時に、はい、テレ朝以外全部、あの富士 TBS 日テレでどんどんどん、もう本社のポスター全部折り始めて、その時ってその基本一緒に共演する人たち先輩を仕切んなきゃいけないんですか。大先輩です。だからもう大竹誠さんとか大橋巨泉さんとかいましたよ。気になったというかパネラーに巨泉さんとか、うん、大竹さんとか言って回してんだけど、もうやからみたいな大学生なんですよ、こっち側が。モヒカンでした。モヒカン、ソフトモヒカンにひげ生やして、はい、なんかチャラいスーツ着て、はい、大竹さんとか言って、でも大竹さんがお前らよ調子いいの今だけだからなって裏で言って、へー絶対一回落ちるぞお前らとか言って言ってたんですよ、はい、で、あのいや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 とか言ってたんですけど、やっぱその通りになったんですよね、うん、え、それはその過去のなんかキングオブさんとかナイナイさんとかロングさんみたいな早く売れた人たちとなんか自分たちは違うなって感じになるんですか、途中で気持ち的に。いやーどうなんだろう。でも俺も3つ歌ったらもうレール乗ったなみたいな。俺は一緒もそう思いました。あの、あ、これはもうロングさんナイナイさんコースだ、これはいけるわって思ったんですけど、これがそうはいかなかったですね。いやまあ何のせいかっていうと、まあ実力不足だったっていうのにでしかないんですけど、で曲側がオリラジをどう使っていいか分かんなかったでしょうね。え、まあリズムネタっていうのは分かるんですけど、論文さんみたいにね、なんだろう、結構企画が早々にはまっていく深夜とかのガサ入れとかブラックメールとか、
っぱりアーティストさんとかの相性と企画がパーンってハマっていったじゃないですか。でナイナイさんもこうアスカさんとバッて出会ってみたいな、だからそういうね出会いがなかったですね。あの中田ってこういうやつだよなっていうのを正直自分でもね、俺そういうやつじゃないんだけどなっていう企画ばっかりやってた気がする。苦手っていうか、うん、じゃないっていうか、まあでも今考えればあの僕自身が自分を PR してなかったというか、武勇伝の頃のあっちゃんと今の中田も全然違うわけじゃないですか。本性でいうと今に近いんでしょうね、その勉強して喋ってみたいな。だけどその頃はモヒカンでひげ生やしてでん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 言ってるわけですから、どういうやつなんだろうっていうのが見えづらかったんだと思いますよね、うん、ネタ的にはちょっと岡村さんみたいな感じにもなってもおかしくないですよね。その動いてなんかリズムあってみたいな。そうだから動きが一番得意なのかって言ったらそうでもないし、じゃあ勉強なのかって言ったらやっぱ宇治原さんとかよりはね、あの見劣りするんで、あれ中田って何なんだろうっていう。だからひたすらなんか若くて売れたっていうところだけがフォーカスされていくんですけど、なんかこう中田って何者なんだを全然掴めなかったと思います。で藤森もやっぱり俺に遠慮して、藤森が何なのかも分かんなくて、結局パーソナルな部分をやっぱり出し切れませんでしたね、あの最初の波の時、うん、同時に始まって同時に終わった感じですか。ほぼ同時に終わりましたね、1年で全部。1年はちゃんと続けるんですか。まあそれもギリでしたけどね、半年で終わってもおかしくないような数字の中で終わる番組の視聴率見せられるのきついっすね、うん、いやきつかったですよ。始まってよっしゃーって思ったら翌週からもう毎週数字を渡されて、ダメでしたダメでしたって毎回言われなきゃいけないわけです。現場とかちょっと人減ってきますもんね。そう、温度も下がってくるしね、オリラジのせいだってなってきますから。お笑いマニア的に言うと確かにそのリズムネタで売れてみたいな、うん、でゴールデンが終わっちゃうみたいなので、はい、自分的にはもうちょっと想定と違うある意味最悪なコースというか。そう、本当に最悪のコースとはいえ、それ一発屋にしてはだいぶ上行ったなと思いましたよね。ゴールデン3本ってあんまない、うん、ないんで。でも終わってこれちょっと見たことないルート入ったなと思いましたよ。あれこれ歴史上見たことないやつだぞって前例ないって。それ誰に相談するんですか、そういうの。だから相談する相手っていうのはまあ一応相談してたのかもしれないですけど、いろんな人に。僕自身は先輩としっかりなんかお話したりするようになるのと、2010年ぐらいのタカ&トシさんのタカさんとかに一緒にご飯連れてってもらうぐらいまでは全然なかったんで、基本的には一人で再起を伺うというか。そんな終わってからの2年ぐらいは結構孤独なんですか、うん、孤独ですよ。え、何してるんですか。仕事もちょこになってるんですか。仕事はね、これ面白いのが減ってるというよりは規模が小さくなってるんですよ。言っても吉本もあれだけ持ち上げたっていうところがあって、毎日働いてるんですけど、どんどん規模は縮小してるっていう。忙しくはあるんですね。忙しくはある。だけどそんななんだけどね、でかいイベントから小さいイベント、でかい番組から小さい番組っていう風に規模はどんどん小さくなってるっていう2年間でしたね。なんか不安みたいなのは特に解消はしないんですか。これが、まあ、不安はめっちゃ不安なんですけど、とはいえね、僕自身はなかなか自己肯定感高いんですよ、うんうん、自信家なので、あ、絶対もう一回いけるって思ってたんですよね。なんでかっていうと、全部実力出してダメだったって思ってないんですよね、うん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 、なんか実力が出る前にダメだったけど、間違って早めに売れちゃっただけだから、こっからまあこっからが本番だからみたいな、うんうんうん、いう意気込みで言ってました。うん、その期間も M1 とかは変わる挑戦するわけですね。 M1 はね、 M1 しなかったですね。で要するに飛び道具である、ま、武勇伝がもう全部バレちゃってるんで、で他の飛び道具って言っても思いつかないんですよ急にね。うん、だから正統派漫才で出るかって言って出るんですけど、納得いかないですよねこれがね。なんか俺ら違う気がするな、これじゃない気が、似合わない服をずっと着てたような気がします。でも正統派でも純潔ぐらいいくんですか。
まあなんとか準決まで行ってましたね。ずっと準決まで行くんですけど、まあ、正直まあ温情というかもあったんじゃないかな。僕としてはなんかこう、ずっとふわふわしてましたね、あの時は。敗者復活の顔ぶれも豪華な方がいいっていう考えもあったんですか？そう、それも感じた。あの有名なオリラジオに勝ったこの人たちっていう、なんかまあ踏み台に使うにはちょうどいいっていう、だからまあ敗者にはこんな有名人もいるっていうのに使われる役として言ってたような気もしますね。うん、先輩とかと仲良く記す、なんかこの心の代わりはある、どういう企画があるんですか？いや、とにかく売れなきゃいけないと思ったんですよ。で、クイズ番組とかで出したりして、で、相方がチャラ男ブレイクするちょっと前か、とりあえずやってないこと全部やろうということで、あと何やってないだろうみたいな。なんか趣味とか、トークネタを探さなきゃって、自分のパーソナリティをなんか見つけなきゃとかっていうので、なんかいろんな、趣味に手出したりもするんですよ。一瞬だけ卓球に没頭してみたりとか、なんかコレクションしなきゃって花札集めたりボルト集めたりわけのわかんないことやってなんかどうやってアメトーク出れんだろうなとかって言いながら、あとやってないのは先輩付き合いだなって思って、タカアンドトシのタカさんにアプローチしに行きましたね。なんでタカさんなんですか？もうすでにいっぱい軍団みたいな人がいるところだと、まあ言ったら仲良くしづらいだろうなと思って、タカさんはその時初恋太郎さんっていうたった一人とずっと飲んでるっていう噂だったんで、一人しかいないんだったら入ったら結構幹部になれるかもって思うわけですよベンチャーなら幹部にみたいな。別にそのタカさんがベンチャーっていう子じゃないんですけど、人数少なければっていうので。あ、当時からタカトシさんももういろいろ、そう、あのすごいあのイケイケで、だからまあ次はもう高俊さんかブラマヨさんか中途さんだよねみたいな雰囲気になってた中で、ブラマヨさんと中途さんってやっぱ大阪なんですよ。でこの大阪と東京の壁が分厚いんですよね、実は。ジャンプ丸丸中とか仲良くなんなかったですか？あ、2人みたいな。もちろんね、あの優しい方なんですごい、ブラマヨさんも中途さんも優しいんですけど、やっぱりね、どっちの後輩が可愛いかってなると最終大阪の後輩なんですよ、これは。あるんですか、一緒に上京してきたっていう苦行みたいな。やっぱり大阪の先輩からすると東京でデビューしたやつっていうのはちょっとよその子感あるんですよね。だからそういう意味で言うと高俊さんもどっちかっていうと疎外感感じてるような雰囲気あったんですよ、北海道から出てきてらっしゃるんで。だからその高俊さんと花大さんが仲良かったのも北海道と福岡っていうちょっとこう大阪のね、あのカルチャーとちょっと違うからっていうので仲良くしてて、でなんか僕らのことも可愛がってくれましたね。それそういうだから自転車めっちゃやったりとか、そういうひな壇に出るためのなんていうんですか、あの動きをしていくみたいなことですか？そうですね、だから MC として祭り上げられて、なんかまあちょっと嫌われたことのみそぎをちゃんとしなきゃいけないということで。嫌われてたなって思うんですか？やっぱり嫉妬というか、いけすかないはどっかあるじゃないですか。でもまあ芸人ってまあ笑いにできるところがあるんで、その後ハンニャがバーって売れた時に、吉本の大きいライブスタンドだったりなんかあのなんかいろんなライブがある時にわざとハンニャに食ってかかって、で圧倒的に負けるっていうパフォーマンスをやりだすんですよおいカナダとか言って勝負だとか言って、でも全然向こうの方がギャーみたいな人気あって、こっちシーンみたいななって、その先輩に「ようお前あそこ飛び込んでったな」みたいなんで褒められて、あ逆にこれ負けてった方がいいんだみたいな。だからそのオリラジエリートいけすかないと思ってたけど、こんなこともするんだっていう。だからもうこっからひたすら体張ることで先輩にもう一度受け入れられるっていうフェーズに行くわけですよよくその体張るっていうことに持ってきましたね、それね、必死って。そうもうね、だからあのタケさんと仲良くなって、あの仲良くしてくださいみたいな、それも必死で、うんみたいな、じゃあいいよみたいなタケさん言ってくれて、でそっからあの帰れま10とか出してもらえるんですよね。タカ君と仲いいんでしょとか言って、いろんなプロデューサーさんがじゃあタカトシの話してよとかっていうので行くじゃないですか。
でもその面白さだけで勝負してもあれなんで、もうとにかく体張るんですよ。その帰れませんでひたすら食うんですよ。もう本当に、いや、あのエリートのオリラジがもうこんなに食うのっていう。ああ、もう高橋さん、これ俺自信あるんで、これ絶対2位なんで、俺一人食い行っていいですかと言って、一人で食うのかこれとか言って、一人食いますよとか言って、一人ガー食って、2位、2位、2位とか言って、13位とか、あーとかっていうのをゲラゲラ笑うみたいな。本当にそういうことをやって、少しずつ、あ、オリラジやっぱ頑張ってんだみたいな。そういうのを取り戻す時間っていうか、下積みをこう取り戻すみたいな。だってなんか、何でしたっけ、尾形さんに見習ってなんかお小遣い制にしましたみたいなことも喋ってましたよね、なんか。結婚したとか。そうそう、結婚した後にお小遣い制にするとかもいろいろ考えてやってましたよね、うん、結婚もやっぱその、いや、もちろんあの、ね、売れる売れないとか仕事のためにできるもんじゃないと思うんですけど、うん、それはそういう考えもあったんですか、ちょっとその、うんうん、確かに、まずは相方がチャラ男として2011年にバーンっていくわけですよ。そのタカさんの仲良くしだした翌年に、相方がそれこそ河本さんとかとすごい合コンとか言ってて、うん、それで遊んでんなと思ってたら、それがキャラクターになってバーンってブレイクして、でいよいよ中田のパーソナリティが見えないわけですよ。オリラジって言ったら武勇伝で売れた、一回落ちた、で、まあ、今頑張ってるっていう藤森はチャラ男、中田って何なのっていうのが強烈にこう空洞になるわけですよね。その時に、まあ、少なくとも俺が中途半端にチャラチャラしてるのは意味わかんないなと思ったんですよ、うんうん、だから結婚なのかもってどっかで思ってたと思います、うん、しかも今まで共感だったんですよね。そう、それはね、だからすごいいい経験になりましたよね。いや、人生何が起こるかわかんないぞと、うん、ね、自分が教えてたのにそれで救われるわけだから、うん、一緒に仕事も増えますもんね。そう、だからもう藤森のバーターとしての仕事ですよね、こっからは。だから台本に藤森の名前とかしかなくて、あれとか言って、あ、そっか、俺は事務所が中田も使ってやってくださいよで入れてくれたんだとかっていうのを現場で知ったりとか、うん、その時はもうちょっとだいぶ謙虚なモードなんですか、それスタッフとか分かんないけど。謙虚なモードっていうか、不甲斐ない、悔しいとかの方が大きいですかね。うん、なんとかして俺自身は一体何を持ってんのかを見つけなきゃって思ってましたね、うん、藤森さんブレイクがあるじゃないですか、はい、その時ぐらいはまだそのどっからその MC の座みたいなのは想定できてるんですか、その想定できてるとか計画にあったんですか。いや、もちろん戻りたいという、うん、司会者に戻るためにあとなんだあとなんだって言って、うん、もう一個ブレイクしたいと、何か作らなきゃっていうので、まあ、自分のキャラクターを掘り下げるっていう以上に、今やってる中で意味わかんないやつをちょっと変えよう、手こ入れしようっていうので漫才をやめようと、うん、で俺たちの武器何だったっけってなった時に、なんか歌って踊ったらブレイクしてたなって思ったんですよね。武勇伝、武勇伝もうそうなんですけど、実はあの歌がうまい王座決定戦っていう、なんかやたらと芸人さんが歌う特番があった時期があったんですけど、あの時にその優勝してるんですよ、うん、それが結構落ち目になった後なんですよね。落ち目になって、いやー別に本命じゃないけど、まあ、出ないやつ出られて出させてもらって、で藤森は歌うまいんですけど俺はそんなにうまくなくて結構足引っ張ってて1回戦ギリだったんですよね。坂東栄治さんと戦って、坂東さんだったら余裕だろうっつって坂東さんだったらお前余裕だよなーとか言ったら結構ギリでやばい2回戦絶対負けるパターンやーってなった時に、2回戦はダパンプの IF で、まあ、僕が踊りながらラップするっていうやつだったんですけど、リハで俺が踊ったとふざけて踊った時にめちゃくちゃ怒られたんですよ。あの、そういう番組じゃないから、あのガチでやるやつだから言われたんですけど、もうこれ絶対負けるから やりたいことやろうと思ってむちゃくちゃな踊りしながらラップやったんですよね。そしたらめちゃくちゃウケて、であの審査委員長の南光節さんが彼いいねって言ってから全員の見る目が変わって、もうそっからもう全部踊れ踊れて、クリームシチューさんがあの MC だったんですけど、3曲目は踊らない予定だったんですけど、有田さんが行ってこいっつって踊れっつって、でガーやったら有田さんとか何やってんのあっちゃーとか言ってむちゃくちゃだよーとか言って、有田さんがこうね、お膳立てしてくれたんだけど、
いじってくれて、でそれでどんどん受けて優勝してみたいなのがあって、あ、漫才全然ハマんなかったけど歌ったり踊ったりするとなんかすごい跳ねるっぽいってなって、音楽やろうって、音楽やろうというか、まあリズムネタやろうって言って、最初はリズムネタを改善してみたいな、そこからパーフェクトヒューマンになってくるんですよね。パーフェクトヒューマンってレディオフィッシュから何曲目出てきたんですか、あれって。あれはね、6曲目かな。だからその前に5曲あるんですか。5曲あるんですよ。で1曲目のスターズっていう曲があるんですけど、1曲目とかはそのパーフェクトヒューマンの前の年の検索ちゃんでやってるんですよ、ネタ祭りで。なんか武勇伝やった後にいきなり歌い出すっていう、まあ、いい歌っていう終わるっていう何やってんだお前らみたいな。でそっからその翌年、そのもう一回1年で残り5曲というか、うん、作るんですけど、もうそれもなかなかいい歌っていうオチはもうないからなみたいなので、もう音楽ダメかなみたいな、なった時に、それで結構妻とかにも相談しながら歌詞作ってたんですけど、パーフェクトヒューマンの時だけはちょっと妻に見せるの恥ずかしくて、でも書いてあったんですね、もう。そう、あの中田パーフェクトヒューマンとか恥ずかしくて、こっそりリリースしたんですよ。したら、うん、やっぱ一番自分が出てたんでしょうね、あ、俺こういう人間だったかっていう、こんなに中田っていうよく考えれば、あっちゃんかっこいいからブレてないんだなってみんなに言われて、あ、そっかって、俺自分自身が何のキャラか分かんなかったけど、俺自分が大好きだっていうキャラクターだったんですよね。そう言わせてるっていう。あっちゃんかっこいいって言わせてブレイクして、あ、今パーフェクトヒューマンっつってもう一回ブレイクして。あれって曲としてじゃあもう検索ちゃんとやる前にリリースしちゃったんですか。してましたよ。だから普通にラジオで流したりもしてました。あ、そうなんですか。うん。で検索ちゃんでやって、そんなバーンとはいかなかったんですよ。で、もう年末に検索ちゃんやって絶対これでいくって思って、自分としては手応えがあったんですけど、うわ、ブレイクしなかったと思って、もうその年年始ハワイに家族で旅行行ってたんですけど、もう何にももう未来が見えなくて、もうパーフェクトヒューマンでブレイクできないんだったらもうおしまいですっつって、どうしよっかな来年今年とかって言ってたら、妻が、いや、パーフェクトヒューマン面白かったよって言ってくれて、もう一回やりなよっつって、年明けてももう一回他の番組でやりゃいいんだよっつって、まだ知られてないだけだよって言われて、音楽だってさ、いろんな番組でやるじゃん、一回やってブレイクしなくてももう一回やればいいんだよって言って、分かったっつって、もう一回やってみるわっつって、次に話が来たのは演芸グランドスラムで、演芸グランドスラムの演出の矢吹さんって人、演芸大好きなんですよ。だから演芸が見たいんですよね。そんな中で俺らがちょっとブーデンの後に曲やりますみたいな、っていうかもう曲だけやりたいって言ったんですよ最初。パーフェクトヒューマンだけやりたいってなったんですけど、いや、あの映像も見させてもらいましたけど、こっちとしてはどうしても武勇伝をやってほしいんですよねって言われて、演芸グランドスラムなんでってなって、いや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 、武勇伝よりもこっちですパーフェクトヒューマンですって、その時の打ち合わせの緊張感がすごくて、俺はもうどうしてもこのパーフェクトヒューマンやりたい、で向こうはもう絶対に武勇伝やってほしいと、もうせめぎ合いで、分かりました、じゃあ武勇伝1分だけやります、その代わりパーフェクトヒューマン全部やらせてくださいって、いやー大丈夫です、これでもうひっくり返ります、もう俺の言うこと信じてください、これもう絶対にもうあっと言います世間がって言って、もうめちゃめちゃ大腹吹くんですよ、絶対これで変わりますから、もう信じてください、これダメだったらもう一切俺のこと使わない、もう大丈夫です、もう本当に信じてください、これですって言って熱弁して、分かりました、じゃあビューデンちょっとやってくれてるんですよねと、ビューデンちょっとやります、でやったんですよね。それをオンエアを見るときに、箱根にあの家族で旅行してたんですけど、あ、今日だ、箱根の温泉宿でテレビつけてドキドキしながら見て、ツイッター見てたら、ツイッターがもううーわーなんて、これだ来た、10年ぶりにようやく作れたぞ武勇伝以来のものをと思って、
そっからだから M ステに呼ばれてますとか、あのサマソニーに呼ばれてますんで、でもサマソニー行っても入場制限かかってますみたいな、もうブワーみたいな、サマソニー出ました、もうビーチステージ一番でかいステージで出ろになって、出てくださいって出たらもうレディフィッシュ入場制限かかってますみたいな、もうパンパンですみたいな、絶対紅白行こうっつって、この年絶対紅白行こう、行ってますね、それ言いました言いました。もともとですが MC 帰りたくためのこの、そう、行ってというか、だからそれ当てたことでもう絶対 MC もっか戻れるって思ったんですよね、うん、それでも来るんですよ特番の歌、来ました、その時同時にしくじり先生もブレイクしてたんですよ。しくじりとブレイクは同時なんですか？ほぼ同時です。その前からしくじりはやってたんですけど、しくじりの呼ばれる頻度がどんどん増えてって、もう俺のしくじりないっすみたいな、うんうん、初期天狗になってはもう一回落ちてみたいな話もし終わって、そこはもうじゃあ何でもいいんで来てくださいって言われててじゃあなんか俺歴史のこと喋っていいですかっつって、うん、エジソンとか、うんうん、マラドーナとか、うんうんうん、なんかそういう話をし始めて、まあ、それで呼ばれて、でしくじりで特番もなんか中田歴史塾っていう形で、もうスピンオフでもう中田でみたいな、あこれは絶対にもう一度、うん、今度はネタでブレイクして かつしくじり先生もあるし、これは帰り咲けるぞっていう、もう自信に満ち溢れてましたねその時、うん、それは帰るんだからなってなってくるんですか？なっています。特番が続かないでしくじりが終わる、あそれ数字が特番も良くなかったって感じですか？そう、その当時今以上に50代より上を取れっていう指令だったんですよね。要するにテレビの視聴者のボリュームゾーンが50代以上になってるから、50代以上を取れば勝てるっていうフォーメーションになってて、各局軒並み50代以上を狙った番組が増えてたんですよね、うん、そんな中で僕の特番が30代40代までしか取れてないって言われたんですよ、うんうんうん、で50代以上が取れてないから勝てませんってなって、でえ俺どうしたらいいんですかみたいな、まあ焦らず行きましょうよみたいな感じだったんですよ。え俺が50になんないともうテレビで MC できないのかってなって、やっぱね50代の MC とか、ね、40代後半の MC が流星を誇ってたんで、えあと10年俺待つの、3回ブレイクしたら武勇伝チャラをパーフェクトマン3回ブレイクして、であと10年待つの、うん、ってなった時にこれはちょっともう無理だなっていう感じになってました、うん、その時ってコメンテーターリミットとかもやってる時ですか？リミットの時もあれです、パーフェクトヒューマンと一緒です。リミットパーフェクトヒューマンやりながらやってるんですよそれすごい精神状態ですね。そうだからリミットとかで辛口コメントとかしだした時にパーフェクトヒューマンブレイクしてるから、めちゃくちゃ調子こいてるやつっていう風になるわけですよね。パーフェクトヒューマンが世相に物申しです、ね、そう最悪の状態ですよね、うん、ベッキーさんとかの不倫とかでワイドショー盛り上がってましたもんね。そうあの時ワイドショーすごい盛り上がってて、僕もだからねあの時はだから過信してたというかね、いけるでしょっていう気持ちと、あとなんだお互いタレントだし、まあある程度ボロカスに言ってもエンタメとして受け止めてくれるよねって勝手に思ってたのかな。でもだから今考えるとすごい後悔してますよね、そこに関しては。言い過ぎたなって、人生がね大変な時にちょっとでも味方でいてほしいのに、同じタレントにねそんなにひどいこと言われたらっていうのはもう今だったら申し訳ないなと思うんですけど、森健一郎さんの日本のお笑いオワコンみたいなのも同じ時期ですか？あれはねその翌年ですね。あそう翌年ですね、2017だと思います。うん、ツイッターで中田さんが賛同したんですよ。いやあれはねブログでしたね。うんブログ。それはでもあれはさっき言ってた、うん、あれ50代までなんだと MC になれないじゃないかみたいな、あ僕の思いも重なってます。それもありましたね。それもあったと思う。なんかやっぱりここをねどれぐらい言うかが問題だと思うんですけど、やっぱりね
こう M1 もキングオブコントも一本グランプリもやっぱりあのね偉大なる松本さんがやっぱり審査員の長としているわけですよね。やっぱね松本さんに認められないと厳しいんですよねお笑い界。っていう時に俺はね認められなかったんですよね。うん。今言った番組には出てないですもんね。そう出てないし、まあワイドナショーとかでもね、やっぱパーフェクトユーマン取り上げられた時に、松本さんからいいかと言葉はもらえなかったんですよね。うん。あ、なるほどな、ダメなのねっていう。で、まあダメだとしても別の価値観があってもいいじゃないかっていうふうに、思ってたわけですよ、僕としてはね。で、あの茂木さんの一件が松本さん、であったじゃないですか、まあちょっと上のね、その世代に空気を読まなきゃいけないテレビバラエティはオワコンなんじゃないかに対して、そのまあ茂木さん自体が面白くないから別に何にも意味はないみたいなことだったと思うんですよね。でも僕としては、お、茂木さん、あ、言ってくれたみたいな。その、あまりにも価値観がこう一個っていうか、その、評価軸がちょっと、もうこっちもおもろいみたいになってもいいのかなっていうのがあったから、言ってみようみたいな。思っちゃったんですよね。その、っていうのも、その、言わないことにはね、言わないことにはこれは変わらないだろうって思って、まあブログで言ったんですよね。結局茂木さんの意見がね、茂木さんを面白くないってすることによってこう無効化させられるっていうことで言うと、価値を決めてる人がいるっていうことだから、結局茂木さんの言ってることがこう成立した状態ですよねと、上の人が言った価値観が絶対っていうので、そこに空気を読めないと価値を否定されるっていう構図に今回もなってますよねっていうブログを書いたわけですよね。結構中田さんから上5分上ぐらいまでですけど、西野さんみたいとか村本さんとか、あ、綾部さんだったニューヨーク行ったりとか、なんか脱テレビするというか、みたいなになるって言わなきゃ、そういう脱ダウンタウン的な気持ちあるってことですね、きっとね。どうなんですかね、綾部さんとかね、その脱ダウンタウンとか考えてないと思いますよ、大好きだし。でもまあ僕も大好きなんですよ、ダウンタウンさん偉大だなって思うんですけど、そのなんだろう、難しいっすよね。あの、勝ち、いや乗り越えろ勝手にっていうのはあると思うんですよ、意見として。でもなんかこう、まあ、あれがベストな意見の表明の仕方だったかっていうとそうじゃないかもしれないなとは思いますね。あのブログでなんかちょっと言うみたいな、それだったんだろうかそうじゃないんだろうかって、なんかつながりがよくわからないから、なんか急に中田が噛みついたみたいになったと思うんですよ。でも僕としてはなんかそのワイドナショーで、まあ、パーフェクトヒューマンも、まあ、武勇伝も、まあ、ずっと面白いとは思わないっていう趣旨のことを言った時に、一個疑問なのが、その別に腐さなくてもよかったのにって思っちゃうんですよ俺。あのクラスの人がね、まあ、ええんちゃいますって言っとけば、あ、おもろいねって言っとけばいいのに、しっかり面白くないって言うんだって思った時に、昔ナイナイさんのことも一緒ですごいね、ディスったじゃないですか、松本さんって。あの時もなんでディスったんだろうってすごい、俺すごいナイナイさん好きだったんで、
すごいこう、まあでも思ったこと言ってらっしゃるだけだと思うんですよ。松本さんはあんまおもろいと思わないなとか、ないないはこうやなとかって言ったのかもしれないですけど、やっぱりね、期待されてる役割というか、こっちが勝手にね、もっとこうでやってほしいっていうので、まさか俺がこう食らうと思ってなかったから、食らった時どうするっていう。松本さんに面白くないって言われた時にどうするっていうことで考えたんですよね。でその時に俺はせめて言い返してくれよって思ったんですよ。その自分に対して、そう俺に対して、それでしょげ返っちゃう人の方が俺大人だと思うんですよ。 今というかその大人だと思います。黙って耐えて自分なりの表現を見つけてそれでっていうのはいいと思うんですけど、俺がなんでジュニアさん好きでなんで爆笑さん好きだったかって、何やるか分かんねえっていうのと自分の意見はっきり言うってことですよね。そこに初めてカリスマ性が生まれるって思ってたんですよ。だからここで俺しょげ返ったら俺なんか失うんじゃないかなと思ったんですよね。喧嘩しようって深井。いやでもめちゃくちゃいいことだと思うんですよ。深井仲悪くいてほしいとは思わないんですけど、違うんじゃないですかって、なんか言えない空気も違うじゃないですか。だってきっとダウンタウンさんもねそんなことをこう喋りながら売れてって言いますって言ったんですよ。だから松本さんにどう思うというよりは自分自身の生き様として、ディスられてヘラヘラしてたらダメだなっていうのが一個あったんですよ。その俺はあの時のナイナイさんに言い返してほしかったんですよ。遺書でディスられたナイナイさんに、いやいやいや俺らは俺らの方が面白いと思ってますんでって言い返してほしかったし、爆笑問題さんにも言い返してほしかったんでしょうね。太田さんがなんかねいろいろ言われてみたいな事件あったじゃないですか。いやいや太田さん言い返してくださいって、仲良くしないでくださいってどっか思ってたんでしょうね。いや岡村さんって言い返してください、仲良くしないでくださいって、俺はあなたのことが好きだから言い返してほしかったですって思ってたから、まさか自分が言い返す役になると思わなかったんですよ。単純にお笑い少年としてナインティナインと爆笑問題が大好きなお笑い少年としてディスられた時に言い返して欲しかったっていう気持ちがを思い出して、あれってなって今なのかなとか言って、ちょっとどうなるか分かんないけどちょっと言い返してみようと思って言い返したんですよね。自分としては言い返したっていう気持ちでした。なのでまあでもね、結局言い返すとリスクがあるからみんな言い返さないわけで、でそのしっかりリスクを負うことになるわけですよね。でもそんなに後悔はないですか？後悔はね、まあないでしょうね。その結局これで僕がね今もうな、どうしようもないですってなってたら後悔してると思うんですけど、今元気にやらせてもらってるわけじゃないですか。だからなんか違う方法あったのかなとかは今も思うんですけど、あれ以外の方法なかったのかなとも思いますね。なので後悔してるかでいうと、だからまあ反省はしてますよね。その、なんかもっといいやり方があったのかもしれないですっていう反省、とまあなんだろうな、後悔はないんでしょうね。その表明から、YouTube 2019年だからその2年間ぐらいでも結構 なんかやりづらい感じみたいですか、言ったらじゃあ。で2年間
その砂場のその穴の横に連れてかされて、なんか服脱がされて、で土に埋められましたね。なんでこんなことするのって泣いたら、一人の子が面白いからだよってまっすぐな目で言ったんですよ。人殺せねえかなと思って、人呪いてえなと思って。大切な人に先出された鈴木さんの歯を治そうクラファン絶賛実施中です。500円から参加できますので、概要欄のページからぜひぜひご支援お願いいたします。目指せ100万円です。2023年1月21日19時から外録チャンネル札幌トークライブ開催決定です。前売りチケット2500円で販売中です。終演後オンラインサロンメンバー限定のオフ会も開催予定をしてますので、ぜひぜひご参加お願いします。さらに北海道遠征時の出演者もまだまだ募集しておりますので、ご応募お願いいたします。